独立行政法人都市再生機構は、大都市や地方中心都市における市街地の整備改善や賃貸住宅の供給支援、UR 賃貸住宅の管理を主な目的とする独立行政法人。国土交通省所管。愛称は略称を冠した UR 都市機構。日本住宅公団を前身とし、2004年7月1日に都市基盤整備公団と、 地域振興整備公団の地方都市開発整備部門が統合され設立された。運営形態、業務範囲などは独立行政法人都市再生機構法によって定められている。主な収益は UR 賃貸住宅の家賃収入や市街地整備による土地の売却益である。主たる事務所は神奈川県横浜市にあり、首都圏をはじめ名古屋、大阪、 福岡に、支社、札幌、森岡、仙台、那覇など全国に事務所等が存在する。旧都市基盤整備、高段旧地域振興整備高段2本、住宅高段再初期に手掛けた千里山団地を川切りに高段住宅と呼ばれた昭和30年代から平成初期に建てられた大都市近郊の大規模ニュータウン団地から都心部の超高層ターア住宅に至るまで、 北海道から九州まで全国で約75万戸が UR 賃貸住宅として管理されている。入居者は約200万人で世界最大の大価とも言われる。1960年代から1970年代にかけて建設された経年団地においては、重当の建て替えや集約化などの団地再生事業が行われている。高度成長期に大量入居した団地では、 住民の高齢化や買い物難民などの課題を抱えているところもある。1980年代末以降は住戸タイプの多様化により部屋面積の拡大やコッタデザインの採用など様々な工夫が行われるようになった。アネックスルームやフリールームを持つ物件もある。しかしこれらの住宅は家賃が高騰し飽きがない物件も多い。 日本住宅公団時代に建設された古い団地を建て替えた場合、コンホールというブランドに名称変更されている。草加松原団地コンホール松原など、新規物件については抽選により入居者が決定されるが、原則として既存物件については秋1戸への先着順入居である。保証人は不要。年収、または貯蓄の規定があるが、 家賃1年分以上と敷金を前払いすることで誰でも入居が可能である。家賃は前払いで1年から10年分まとめて支払うことができ、一括支払い期間に応じて割引がある。近年は条件があるが新たな家賃割制度もある。また多くの団地には敷地、建物内に管理事務所が設けられている。日本人以外も比較的入居しやすいため、 外国人のコミュニティが形成される団地がある。例えば、川口芝園団地のように、隣接した小学校の児童の多くが外国人児童というところもある。都市部を中心に超高層賃貸物件が供給されている。多摩ニュータウン、千里ニュータウン、多摩ニュータウン、江北ニュータウン、千葉ニュータウン、高蔵寺ニュータウン、味噌のウイングシティ。 越谷レイクタウン、つくば研究学園都市、関西文化学術研究都市、北九州学術研究都市などの国内最大規模のニュータウンや研究都市開発のほか、横浜港未来21、エビスガーデンプレイス、大川端リバーシティ21、篠ノノキャナルコート、春海アイランドトリトンスクエア、新宿アイランド、芝浦アイランド、横,アド横浜アイランドタワー、大阪駅北地区、 九州大学、六本松地区など大都市圏における大規模な都市再生事業を多数手掛けている。また、地方都市においても那覇新都心、長岡ニュータウン、今治新都市開発などの開発事業等を行っているほか、阪神、淡路大震災や東日本大震災の被災地における震災復興支援事業として、 宅地造成や公営住宅建設なども数多く手がけている。茨城県、栃木県、埼玉県、神奈川県、千葉県、東京都ほか、多数合筆や分筆など地盤を定めるために必要な情報収集の都市再生外区基本調査と呼ぶ地籍調査を三大都市圏で行う。三大都市圏以外の地域では国土地理院が行う。ありがとうございます。